私が思うスポーツとはリフレッシュだと思います。自粛生活の中で結構気がめいてしまったり、一人でいてとても悩んだり辛い時に、外に出ても中でもできるいろんな運動があると思うんですけど、そうやって体を動かすことで自分の気持ちを晴れさせることができると思います。そうですね、やっぱり、まあ、日本のチームっていうか、結構自分も日本人なんで、生粋の英語喋れないんですけど、その時は英語喋れなかったんですけど、やっぱりなんか喋れなくても試合をした後にハイタッチだったりとか、試合終わった後にユニフォーム交換したりだとか、全然言葉を通さなくても仲良くなれるようなことが多かったので、スポーツやっててよかったなというふうにそういう時は思いました。やっぱり今はその観客も入れなかったりだとか、自分たち自身もその応援してくれる人に会えなくて寂しいって思う時もあるんですけど、オンラインでも応援してくれる方々はいると思うし、いつかその会場が観客でいっぱいになるような時が来た時に、本当にもっと今よりもっと楽しく感じると思うので、それを楽しみに今はみんなで耐えながら頑張りましょう。